三菱重工神戸造船所で、太平洋型潜水艦3番艦の進水式を行われ、神芸潜水艦が誕生しました。今回は、この神芸、潜水艦を詳しく見ていきますね。やはり注目は電池システムですよね。大電流時代に、ぴったりの高性能にアップデートされています。ディーゼルエンジンとのハイブリッドで、充電時間の短縮が今後の課題となるでしょう。ですが、早い充電になってますよ。将来は、水素エンジンで水素を同時に作り出すシステムになるのかも、気になりますよね。源泉を超えますね、この水素システム。海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、太平洋型のネームシップで、1番艦の太平洋を就役させていたが、この10月12日に建造中の同3番艦を進水させ、神芸と命名する式典を執り行った。今後も、竣工に向けた準備が進められる神芸だが、この艦名は、漢字では、新クジラと書き、大海原を飼育するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっている。ちなみに、太平洋型の2番艦の枠芸は、昨年2021年の10月にすでに進水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも、一年に一隻の新造と収益のサイクルを遵守していることも述べておくべきだろう。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた潜水艦隊22体制の構築は、一番艦の太平洋が就役を迎えた2022年3月時点で予定数に到達しているため、今後は前々級の親潮型が、順送りに、退役を迎えると考えられる。もともと、16隻体制から22隻体制へと、中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた、海上自衛隊の潜水艦隊だが、今後の情勢以下では、さらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等としてと留め置かれる可能性が高いと、想定される。現在、こうした海上自衛隊の潜水艦を、建造可能な造船所は2社、2箇所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば、すべての潜水艦が神戸から、生み出されている状態である。今回の、神芸は、三菱重工業者の神戸造船所が、建造を担当しているが、川崎重工業者と交互に、新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できている。潜水艦に限らず、自国で、こうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば、売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも、大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろう。その意味では、他国の通常の軍隊以上に、仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある、専守防衛という括りから、大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが、世界的に見て、汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つ。さて、太平洋型3番艦の神芸だが、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって、未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが、公に示されている主な仕様である。太平洋型は、基本的に前級となった、そう、
竜型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えている。これを見れば、大芸型は、総流型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うが、全体が、総流型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は、次の艦級まで持ち越すことが有力視されている。大芸型の推進方式は、総流型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているが、このリチウムイオン蓄電池の搭載を最初から前提とした初めての設計艦だと言える。このリチウムイオン蓄電池は日本の GS ユアサ社が手掛けたものだが、この搭載を当初より前提に建造された大芸型では、その大電流を継続的に急速充電が可能な性能によって、新型のシュノーケル発電システムを実用化させた。この新型のシュノーケル発電システムによって、大芸型は、従来の潜水艦よりも、潜航航行の長時間化、ひいては、これが、作戦行動半径の増大に寄与しているとめされているが、詳細は伏せられており、具体的な数値までは示すことができない。ただし、大芸型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組合岩の機関を搭載する前級の総流型の後期の2艦の速力は水上13ノット、水中18ノットほどとされており、大芸型もこれと大きな差はないだろう。そのため、他国の機関部に原子力推進を採用している原子力潜水艦が軒並み水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかに大芸型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で互いする性能とは言い難い。原子力潜水艦には戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つに大きく分けられるが、いずれも高出力の原子力推進機器艦を搭載するため、通常動力型よりはるかに高速度である。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は速度においては顕著であるため、日本もいずれは攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比して、その声も増加してきたと感じられる。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年に、オーカスの締結で、オーストラリアがこれに加わることが確実になってはいる。確かに、これらの攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用する国の中で、日本は、ロシア、中国という、二大仮想敵国と対峙している状態であり、今後、ますます増強が予想される中国海軍に対しては、その採用も、視野に入れた検討は必要であろう。ただし、中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって、攻撃型の原子力潜水艦を、アメリカもしくはイギリスから、調達、及び、自国建造を行うと、表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も、具体的な潜水艦の特定には至っていない。アメリカを選択した場合には、バージニア級、イギリスを選択した場合には、アスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるが、
自国に必要な数以上の建造はすぐには困難なようだ。その上で、さらにオーストラリアは島嶼部を除いて自国内での建造を前提にこの計画を進めようとしている模様だが、一から建造に必要な設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益はかなり難しいと思える。日本でも原子力推進というだけで建造にアレルギー反応を示すような風潮は以前と比すれば減少したことは好ましいと思える反面、手掛けたことのない原子力潜水艦を建造し維持していくためには費用的、機関的な問題を整理することが急務だろう。ちなみに攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも、必須の艦艇ともなっている。まあ、ロシアは航空母艦を保有しているとは言っても、1990年に就役した、今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は、単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが実情かもしれない。日本の海上自衛隊でも出雲、片護衛艦を航空母艦化する改修が進められているが、これらは編成を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には通常動力型潜水艦では随伴は不可能なため、何らかの対策は必須となるだろう。日本政府は反撃能力の拡大を図るために、現在陸上自衛隊に配備されている12式地対艦ミサイルの射程延伸計画を進めている。今回はこの12式対艦ミサイル改良型を次期潜水艦に装備する話を詳しく見ていきますね。3000トン級ではなく大型の潜水艦を建造する必要が出てきました。攻撃型最強の潜水艦を建造するんでしょうか。水素エンジンと次世代リチウムイオン電池のハイブリッドで、燃料の水素まで同時生成できる潜水艦を建造してほしい。昨年2021年12月には、海上自衛隊の潜水艦の兵装として、今後、波長距離かつ、対地攻撃能力を付与することを目的に、新たな巡航ミサイルを搭載する方針が打ち出され、当時は敵基地攻撃能力、今は、反撃能力と表現される領域への、この分野での進出となる。具体的には、現在、陸上自衛隊が装備している、12式地対艦シルベ弾の改良型である、能力向上型の搭載を想定しているもので、現行型の最大射程距離は、およそ 200km 弱であることに比して、能力向上型は、同 1000km 以上が見込まれている。こうした射程距離の大幅な延伸と並行して、現状では、陸上から海上の敵艦艇を攻撃することが主要とな、12式地対艦誘導弾が、今後は、艦艇や潜水艦への搭載や航空機に搭載する形式が開発される予定であり、各分野で
自衛隊の中核戦力になると考えられている。こうした12式地対艦誘導弾の能力向上型は、潜水艦に搭載する場合には大きく分けて2つの運用手法があると想定され、1つ目は既存の魚雷発射艦から運用する形式、2つ目は VLS 垂直発射艦から運用する形式になるとされている。現在の日本の海上自衛隊が運用する潜水艦は、もちろん主兵装として533mm 魚雷発射艦を6門搭載することが標準装備であるため、ここから運用することが可能となれば、既存の潜水艦でも改修等によって適用する隻数は増加可能だと見込まれる。これに比して VLS 垂直発射艦を新たに装備して12式地対艦誘導弾の能力向上型を運用することとなれば、潜水艦自体の設計と建造も新たに実施する必要が生じるため、実現するまでには少し時間を要する可能性が高いだろう。いずれにせよ、非凡の2023年度の防衛予算案には、すでに、この、12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発費用として、393億円ほどが含まれており、政府の推進するスタンドオフミサイル構想を実現する兵器として、注目を集めている状態だ。スタンドオフミサイルとは、敵の兵器の攻撃圏外から、友軍のみが、一方的に、攻撃が可能な長射程の兵器を指しており、兵器の持つ攻撃性を、言葉の響きから薄めて、その配備に、抵抗感を弱めようとする、日本特有の言葉の工夫の産物とも言えよう。政治的には、敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えたり、長距離攻撃が可能な主として、巡航ミサイルは、スタンドオフミサイルと言い換えたりと、日本政府の不信は続くが、現実の日本を取り巻く安全保障環境は、悪化の一路をたどっている。太平洋戦争を敗戦によって終えた日本は、戦後は、アメリカを、唯一の同盟国として、旧ソ連を中心とする共産主義化の流れを防ぐアジアでの役割を韓国と共に担い、主として、旧ソ連の動きを阻害する、防衛体制を構築していった。北方領土を不当に旧ソ連軍に占拠された経験から、日本では同軍が北海道への上陸を敢行してきた場合に備えて、陸上勢力をその地に集中させ、また海では極東から旧ソ連の潜水艦が太平洋に進出することを阻むことに最大限の注力を行った。1991年に旧ソ連は、それまでの国家体制が内側から瓦解し、今のロシアが後継国家となる変革が起きたが、これによって日本は最大の仮想敵国が消滅するという幸運に恵まれ、陸上兵力の多くを削減できることとなった。日本以上にこの旧ソ連の崩壊に恩恵を被ったのは、ヨーロッパの西側陣営の諸国であり、かつて旧ソ連の影響下に置かれたポーランド等の東欧諸国がこぞって西側に転換したため、後継国家のロシアと国境を接する事態が終焉を迎えた。しかし、この旧ソ連の崩壊で、元々の NATO 加盟国、ことに対峙する最前線にあった最大の構成国のドイツは、軍事力を削減した上に、ロシアからのエネルギー輸入を拡大するなどの政策を取ったため、これが今日のロシア・ウクライナ戦争にも影を落としている。ロシアは旧ソ連の崩壊後、西側諸国の経済的な支援を受けて、軍事的脅威を及ぼさない新たな国家へと変革が進むことが期待されたが、豊富なエネルギー資源をもとに、世界的な原油価格の高騰で、再び軍事力の強化を推し進めた。その行き着いた先は、プーチン政権によって、かつて旧ソ連として
大きな版図を誇っていた国家の再興と、その瓦解をアメリカをはじめとする西側諸国に押し付けられたと感じる怨嗟の情に発露され、旧ソ連の構成国で、今は離反した国への攻撃に向かっている。さて、アジアに話を戻せば、旧ソ連の瓦解で、最大の仮想敵国が消滅した日本だったが、2000年代になると、急速に、経済の改革開放路線で、国力を増加させた中国が、これに代わって、日本の安全保障を脅かす位置に台頭してきた。すでに、中国は、国家の経済力の指標である GDP の総額では、日本を抜いてアメリカに次ぐ世界第2位の規模にまで到達し、それに比例して、海軍艦艇、航空機の数といずれも、日本を凌駕する軍事力を獲得。もはや、日本一国では対峙することさえ、困難となっている。中国は、海軍力を増強して、東シナ海や南シナ海を勢力下に収める構想を推進しているが、その実現のために、国産の航空母艦や、大型0号5型駆逐艦、そして、原子力推進型の潜水艦などを次々と就役させ、勢力圏の拡大を図っている。ことに、南シナ海について、中国が、その大半が、自国のものだと主張し始めた背景には、SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載した戦略型の原子力潜水艦を潜ませる海域として最適なためであり、水深の浅い黄海や東シナ海では不向きだったことが一因に挙げられるだろう。中国海軍は同海軍で初の戦略型原子力潜水艦である092型夏級を1983年に一隻就役させた後、これに続く094型進む級を2007年から2021年までで7隻を就役させており、さらに新型の096型等級も早ければ2025年前後での実戦配備が予想されている。現在の主力である094型進む級原子力潜水艦は水中排水量が12000トン、全長 135.0メートル、全幅 12.5 メートルの艦隊に12機の VLS 垂直発射艦を装備しており、 SLBM 潜水艦発射型弾道弾の JL-2 をここから運用する潜水艦である。 JL-2 は少なくとも射程距離がおよそ 7200km に到達している SLBM 潜水艦発射型弾道弾だと考えられているが、南シナ海からではアメリカ本土への攻撃は無理でも、ハワイやグアム島ならば十分に攻撃圏内に収め、無論ここに日本も含まれる。こうした事態を反映してか、日本では政権与党の自民党以外からも、最近では原子力潜水艦の保有を検討すべきという声が聞こえるようになってきており、多くのマスメディア等でもそうした意見が取り上げられる機会が増えているように感じられる。国民民主党の代表である玉木氏は、そうした日本も原子力潜水艦の保有を検討すべきであるとする論者の一人だが、中国海軍の SLBM 潜水艦発射型弾道弾搭載型の戦略型原子力潜水艦への対処法として、それを探知する目的を提唱している。個人的には、日本も攻撃型の原子力潜水艦の導入の是非を議論することは意味があるとは思うが、玉木氏が主張するような中国海軍の戦略型原子力潜水艦を探知するという運用方法については少し頭をかしげてしまう。敵の潜水艦の探知を行うのが現状ではあくまで対潜哨戒機等の任務であり、自らも海中に潜むことが目的の潜水艦として、原子力推進の優位性が発揮されるのは、連続潜航時間の長さと、潜航時の速度で、敵の探知とは無関係な気がしてならない。
日米合同軍事演習でハイマース実弾射撃実施との情報をキャッチしました。今回は、この日米ハイマース軍事演習を詳しく見ていきますね。北方領土近くでの実弾射撃にロシアも抗議しています。お前が言うなよって感じです。北方領土でミサイル発射訓練するのに、日米でもいくつかのトラブルは発生していますよね。言いませんがね。三沢基地からハイマース専用弾薬が届かないというトラブルでした。ロシアと言いつつ、対中国を念頭に置いていますね。日本の陸上自衛隊とアメリカ海兵隊は、2022年10月1日から14日までの2週間の日程で、北海道各所の自衛隊の演習場や飛行場等を使用した合同軍事演習である、レゾリュートドラゴン22を執り行い、相互連携と対処能力の向上を打ち出した。今回のレゾリュートドラゴン22が実施された場所は、演習場としては上富良野、然別、矢臼別、駐屯地としては、静内の対空射撃場、丘珠の札幌飛行場、帯広の逗子小飛行場が使用され、参加する部隊がこれらに集った。そこで実施された合同軍事演習の内容としては、主として、現在、中国軍からの圧力にさらされている、日本の南西諸島の島嶼部の防衛に、主眼を置いたものであり、日本の国内で実施されるアメリカ海兵隊との演習としては、最大の規模であると謳われていた。演習場所別の具合的な実施内容は、矢臼別演習場が、回転翼機による、実弾射撃、陸上自衛隊の M270、MLRS、および、アメリカ海兵隊の、ハイマースによる、多連装ロケット砲の実弾射撃、輸送機オスプレイによる、必要機材と要員の輸送とされた。また、ゲネ別場外離着陸場では、同じく、輸送機オスプレイによる、必要機材と要員の輸送と、アメリカ海兵隊の、ハイマースを、輸送機によって、迅速に展開する訓練が実施されており、これらが、今回の合同軍事演習の根幹を成すものだと言ってよいだろう。ハイマースは、今年2022年2月に正規した、ロシア・ウクライナ戦争において、アメリカがウクライナに供与し、ウクライナ軍が、ロシア軍の後方の軍事拠点や、物資の集積地への攻撃に、効果的に用いて、戦局を有利に進めていることで、一躍知名度が上昇した兵器だ。アメリカがウクライナに供与した、ハイマースは、最大射程距離が、70から80km とされる GPS 誘導砲弾が中心ではあるが、ロシア軍の同様な多連装ロケット砲よりも、長射程で、精緻な射撃が可能なため、非常に有効な兵器とされている。欲を言えば、ウクライナ側は、ハイマースで運用可能な、最大 300km に達する MGM-140、エイタクムス戦術弾道弾の供与を切望していると伝えられているが、これまでのアメリカ側の判断では、ロシアをいたずらに刺激すると、見て供与は行われていない。しかし、ウクライナ国境に近いロシア領内のベルゴロドにおいては、ロシア・ウクライナ戦争の開戦後、ウクライナ側は、自国軍の攻撃とは表明していないものの、弾薬庫等で、複数回の爆発が確認されており、すでに、ウクライナ側からの越境攻撃は、行われている感は強い。先頃、原因不明の爆発に見舞われた、クリミア半島とロシアとをつなぐクリミア大橋だが、アメリカ側の見立てでは、ウクライナ軍に、MGM-140、エイタクムス戦術弾道弾の供与を行えば、この橋を、ウクライナ軍が、標的とする可能性も危惧されていた。
2014年のクリミアのロシアへの強制的な併合から、4年後の2018年に、その支配の象徴として開通したクリミア大橋をウクライナ軍が攻撃して破壊することになれば、なお、一層、ロシアの軍事的な強硬姿勢が強まると見られていたとも言える。しかし、すでに、ロシアへの越境攻撃も、クリミア大橋への攻撃も行われてしまった現在においては、個人的には、アメリカが、MGM-140、ATACMS 戦術弾道弾のウクライナへの供与を回避する、積極的な理由は、失われてしまったようにしか感じられない。まあそれでも面と向かって、ウクライナ軍に、長射程の兵器を供与することは、政治的に、アメリカとロシアの対立を、決定的なものに、しかねないということへの配慮なのだろうが、そばから見ている限りでは、今更感は、拭えないように思える。さて、レゾリュートドラゴン22に、話を戻せば、陸上自衛隊の M270、MLRS、及び、アメリカ海兵隊の、ハイマースによる、多連装ロケット砲の実弾射撃を行ったヤウス別演習場は、自衛隊が保有する中では、最大の大きさを誇り、面積は、16,800 ヘクタールにも及ぶ。この広さゆえに、ヤウス別演習場は、北海道ののっけ郡別海町そして、厚岸郡の厚岸町、及び、浜中町の3町にまたがっており、射撃場は、最大で、18km の距離が確保され、地理的には同等に位置するために、当然のことながら北方領土を望む場所にある。ただし、ヤウス別演習場は、日本では、最大規模とはいえ、陸上自衛隊の M270、MLRS、及び、アメリカ海兵隊の、ハイマースの砲弾のスペックを考慮すれば、実弾射撃を行うには、十分な広さとは言い難いことも事実だが、今回のレゾリュートドラゴン22では、別の問題も発生した。それは、この合同軍事演習での実弾射撃に向けて、アメリカ海兵隊の、ハイマース用に、搬入が予定されていた砲弾が、何らかのトラブルで、青森県の三沢基地までしか搬送されず、当初の予定通りの期日に到着しなかったという事態だ。そのため、ヤウス別演習場は、ひとまず、陸上自衛隊の M270、MLRS のみが、実弾射撃を行い、アメリカ海兵隊側は、ハイマースを展開するだけの形式で、合同軍事演習そのものは継続されたが、有事における危機管理を包括していて、しかるべきという観点からは、不安も感じさせられた。しかし、今回のレゾリュートドラゴン22の最終日である10月14日には、ようやくハイマース用の砲弾が到着したため、それら12発の実弾射撃をアメリカ海兵隊のハイマーは実施して、なんとか合同軍事演習の予定された内容をこなした形となった。こうしたアメリカ海兵隊側のハイマースの砲弾のヤウス別演習場への未着という前代未聞の不祥事はあったものの、これと並行して外交上からはもっと驚くべき事態が伝えられており、大多数の日本人は開いた口が塞がらなかった状態になったと思われる。それが10月12日にロシアの外務省が日本の在ロシア大使館に行った抗議声明であり、陸上自衛隊の M270、MLRS、及びアメリカ海兵隊のハイマースによる日米の合同軍事演習は、ヤウス別演習の位置が極めてロシアが実効支配する北方領土に近いことを非難したのだ。今のロシア・ウクライナ戦争の中でも、ロシアの見せる行動や言動は、我々、日本を含む西側諸国の姿勢の人々にとっては、およそ理解することが困難なものばかりで、今更、ロシアのこうした態度に、憤りを込めた感情を示しても、確かに無意味かもしれない。しかし、
自らが仕掛けたロシア・ウクライナ戦争で、通常戦力による戦況が劣勢と囁かれる中で、最終的には戦術核兵器の使用を匂わせながら、ウクライナは当然のこととしても西側諸国を恫喝するやり方には辟易とさせられる。個人的には、あえて誤解を恐れずに言うならば、北方領土が日本の固有の領土であることは間違いないが、太平洋戦争、第二次世界大戦で連合国に敗北した敗戦国の立場ゆえ、当時の旧ソ連の侵攻を甘んじて受け入れてきたとも言えるだろう。しかし、今の国際情勢とは、日本の内部では、太平洋戦争後に続いてきた各種団体の思想、心情に大きな変化を生じさせ、かつては左翼が擁護していたはずの旧ソ連、現ロシアのやり方に国粋主義的とされた右翼団体もが賛同する事態となっている。こうした盗作は、インターネットが全盛となった今の時代には、誰しもが簡単に情報を発信できるため、様々な形で陰謀論の拡散という形で行われており、決して少なくない人々が日々のドメインを下げると同時に、世界の裏を知っていると思い込みたい衝動からやむことはない。この傾向は2020年のアメリカの大統領選挙でトランプ氏が敗北して以来、様々な形で顕在化しており、新型コロナウイルス、そして今はロシア・ウクライナ戦争と愚にもつかない陰謀論を撒き散らし続けている。ロッキード・マーティン社の F-35 戦闘機の売り上げが予想を上回るという情報をキャッチしました。今回は日本三菱でも生産している F-35 戦闘機の生産量と売り上げなどを詳しく見ていきますね。もう、はや F-35 戦闘機は世界のベストセラーへと上り詰めています。安いしね。今のアメリカの宇宙、航空、軍需関連企業の最大手とも言うべきロッキード・マーチン社が、2022年の第3四半期の業績を発表。単価の高額な F-35 ライトニング2等の航空機の分野が、計画よりも伸びている、状況を示した。ただし、今年2022年の通期の売上高の予想は、従来通りの 652.5 億ドルのままに留め置いており、ロシア・ウクライナ戦争の余波で、西側各国に広がる軍事費の拡大の流れは、すぐに業績に反映したとは言い難いようだ。日本は、1990年以来とも言われる、急激な円安の状況にあるが、2022年10月23日現在の1ドル、1447.7 円という、為替レートで換算した場合、ロッキード・マーチン社の2022年の売上高は、およそ9兆6300億円ほどになる見込みだ。この日本円での数字だけを見れば、さすがに、アメリカの軍需企業は、売上高も大きいと感じられるかもしれないが、例えば、日本の防衛産業の雄である、三菱重工業社の2021年の連結売上高は3兆8602億円であり、そこまでの差を感じない。三菱重工業者が手掛ける軍需品は、確かに、ほぼ、日本の自衛隊で使用されるのみとはいえ、海上自衛隊の護衛艦などの建造も手掛けており、思ったほどの金額差は、軍需企業として、
世界規模のロッキード・マーチン社とそれほどないようにも思える。ただし、三菱重工業社は日本一の重工業メーカーとして、軍需品以外の大型船舶や風力、火力、原子力等の発電所設備等の大型プラントを事業として展開するなど、事業分野の裾野が極めて広いことも、業績に寄与しているとも言える。そこで、世界規模の製造業として、民生品の分野の大手企業と比較してみると、例えば、いわゆる GAFA と称されるアップル社の2021年度の売上高は 3658.17億ドルで、日本円なら、今の為替で、およそ54兆円にも相当する規模となっている。このアップル社の売上高は、単純比較で見た場合には、ロッキード・マーチン社の 5.6 倍以上に匹敵し、いかに、単価が、高額な F-35 ライトニング2などの戦闘機を販売しようと、世界中に、スマートフォン等を販売する企業にかなわない点は、興味深い。ビジネスの手法としては、プトブ、ビジネストゥビジネスという、法人相手の商取引の方が、プトク、ビジネストゥコンシューマーと呼ばれる個人との商取引よりも、大半の場合で、高額な傾向は否めないが、アップル社ほどになると当てはまらない。まあ、アップル社自体も、世界各国で、携帯電話事業を営む企業との取引で、巨額の売り上げを確保しているという点では、プトブ、ビジネストゥビジネスかもしれないが、多数のコンシューマーに製品を販売していると見た場合の観点である。それでも、アップル社は、世界各国に直営の販売店網を展開しており、主力のスマートフォンの iPhone では、売上高で世界シェアの1位を誇り、かつて、PC の普及の黎明期に、独自路線の Mac でクリエイター市場に君臨していた頃とは様変わりしている。さて、いささか話が逸れてしまった感もあるが、現行のロッキード・マーチン社は、共にアメリカの航空関連企業であった。ロッキード社とマーティン・マリエッタ社とが1995年に合併したことで誕生。この2022年で27年が経過している。マーティン・マリエッタ社自体も、元はマーティン社とアメリカン・マリエッタ社という別の航空関連企業が1961年に合併したことで生まれた企業であり、アメリカの軍需産業で生き残るのが、いかに厳しい環境であるのかが伺える。マーティン・マリエッタ社が、テキサス・インストゥルメンツ社と共同で開発した兵器に、FGM-148 ジャベリンがあり、個人携行型の多用途ミサイル兵器として、今のロシア・ウクライナ戦争でも、大きく注目されたものの一つだ。現在の FGM-148 ジャベリンは、ロッキード・マーチン社と現レイセオン・テクノロジーズ社が製造を手掛けているが、開発が開始されたのは1983年で、アメリカ軍が配備を行ったのが1996年と、今から四半世紀ほど前から存在していた。ロシア・ウクライナ戦争では、ロシア軍の侵攻を受けたウクライナ軍に対して、アメリカから多数の FGM-148 ジャベリンが供与され、初期の段階で、ロシア軍の戦車等の装甲戦闘車両を多数撃破したことで、世界中から注目を集める兵器となった。あまりの FGM-148 ジャベリンの華々しい戦果の報道によって、日本でもこれさえあれば、戦車等の兵器は不要と言わんばかりの言説が散見されたが、あくまで攻め込まれた側の、最終的な防御兵器であり、万能のツールとは言い難い。兵士2名ないし最低1名でも、運用は、可能な FGM-148 ジャベリンで、はあるが、最新型でも、最大射程距離は2500メートルほどであり、その至近距離で、防御力の脆弱な兵士個人が、身を投げ出して運用する、
兵器という前提を忘れてはならないだろう。FGM-148 ジャベリンのミサイルは、2021年のアメリカ軍の調達価格で、1発175,203ドルとされており、これは、今の日本円換算で、およそ2,580万円にも相当し、戦車等の装甲車両に比すれば、その単価は、安価に移るかもしれない。しかし、一発2,580万円も、するミサイルを、おいそれと、実弾射撃の訓練で使用することは、アメリカ軍においても困難で、シミュレータを使用した、バーチャルな訓練で、一定以上の実績を上げた兵士にしか、その機会は、与えられていないという。また、ロシア・ウクライナ戦争においては、2022年8月末より、東部地域で、ウクライナ軍が反転に転じたことから、攻勢における兵器としては、FGM-148 ジャベリンは、副次的なものとなった可能性が高く、最近では、以前ほどの戦果は、聞こえてきていない。逆に、ロッキード・マーチン社の兵器の中で、今のロシア・ウクライナ戦争で存在感を上げている兵器といえば、高機動、ロケット砲システムの M142 ハイマースと M270、MLRS が筆頭に挙げられ、戦術レベルを超えた戦略的兵器とも感じられる。M270、MLRS は、1970年代から開発が進められ、1982年にアメリカ軍が採用して以降、NATO 諸国、日本の陸上、自衛隊でも採用された兵器で、227mm のロケット弾であれば、12連装の使用で、1991年の湾岸戦争に投入され、多大な戦果を上げた。日本の陸上自衛隊でも、M270、MLRS は、1992年度から2004年度の予算で全99両が調達、配備されているが、当初装備していたクラスター弾頭を備える M26 ロケット弾をの使用を禁じるオスロ条約に日本も批准したことで、今は GPS 誘導ロケット弾の M31 に切り替えられている。陸上自衛隊では今後、この分野の兵器を国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型等で置き換える計画であるため、M270、MLRS は、すでに、一部で退役が始まっており、であれば、ウクライナに、第三国を経由する等の方法で、間接供与ができないものかと、もどかしさを感じる。M142、ヒマルスは、M270、MLRS を小型化して、中型輸送機による展開を可能とした兵器で、それゆえに、227mm のロケット弾は、半分の6連装の仕様となっているが、陸上移動が、主なウクライナであれば、M270、MLRS の倍の火力搭車両は、有効に見えるだけに残念である。また、未だ、アメリカが、そのウクライナでの運用を危惧し、供与を行っていない、M142 ハイマースや M270 マーズで使用可能なおよそ 300km もの射程距離を誇る MGM-140 エイタクムス短距離弾道弾も、ロッキード・マーチン社の製品である。ロシアは、ついに、イラン製の徘徊型自爆ドローンのシャヘッド136を多数投入し、ウクライナの電力設備等のインフラの破壊で、次戦能力を揺るがそうとしているが、いつアメリカが、もっと有効な兵器を送るか否かに、今後の戦局は、かかっていると思われる。
ついに、海上自衛隊護衛艦いずもが動き出しているとの情報をキャッチしました。今回は、南シナ海での、日、チベイカ合同訓練を詳しく見ていきますね。親潮型潜水艦も、このノーブルレイブン22、に参加して訓練しています。やはり、潜水艦はいずも、には必要ですよね。2022年の9月末から10月頭にかけては、北朝鮮が相次いで日本海への短距離弾道弾発射及び、日本を越えて太平洋へと着水したとみられる大陸間弾道弾の発射など、これら各種ミサイル発射が断続的に行われ、大きく報道されている。また、9月27日には、中国海軍の南昌級055型ミサイル駆逐艦等3隻と、ロシア海軍のウロ第1級駆逐艦等4隻の両国の合同艦隊が、日本の周囲を航行し、合同艦隊としては、初となる大隅海峡通過を行う動きを見せた。こうした日本をめぐる北朝鮮、中国、ロシアの軍事的な挑発行為が、この期間に、ほぼ連日のように伝えられる事態となっているが、日本や、その直接の同盟国たるアメリカや、アメリカの同盟国たる韓国も、対抗策を行っている。もっとも、規模が大きな動きとしては、9月26日から29日まで、アメリカの大型原子力航空母艦の、ロナルド・レーガンらの空母打撃群と韓国軍が、日本海で実施した、合同軍事演習があり、北朝鮮に向けた抑止の意味合いが大きい。翌30日には、これらに、海上自衛隊の護衛艦1隻も加えたアメリカ、韓国、日本の3カ国による、対潜水艦作戦を念頭に置いた、合同軍事演習も行われ、北朝鮮が、潜水艦に搭載する、SLBM の運用を進めつつあることにも、釘を刺した形だ。こうした状況下、日本の海上自衛隊としては、大規模部隊が、参加をして行われたと言えるのが、9月23日から10月1日までの延べ9日間に、南シナ海を舞台に敢行された、アメリカ・カナダとの3カ国での合同軍事演習である。このアメリカ・カナダ、日本の3カ国による合同軍事演習は、ノーブル・レイブン22、2と称されており、今年の8月末から9月上旬に、グアム島周辺から、南シナ海にかけての広い範囲で行われた軍事演習の第2弾と言うべきものだ。ノーブル・レイブン22、2には、アメリカ海軍からは、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の26番艦、ヒギンズ、ヘンリー、J、カイザー級給油艦の12番艦、ビッグホーンが参加をしており、最近聞き覚えがあるのは前者であろう。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の26番艦、ヒギンズは、この直前の9月20日には、カナダ海軍のハリファックス級フリゲートの2番艦、バンクーバーと共に、台湾海峡を航行した艦艇で、中国への牽制を行ったことが、記憶に新しい。ヒギンズは、説明は、不要なほど、よく知られたアメリカ軍の主力水上戦闘艦である。アーレイバーク級の中で、比較的古いバージョンのフライト2にあたり、収益は1999年で、今現在は、神奈川県の横須賀海軍基地を母港として運用されている。ヘンリー、J、カイザー級給油艦の12番艦、ビッグホーンは、基準排水量9500トン、満載排水量4万700トン、全長 206.3 メートル。全幅 29.7 メートルの規模であり、各種の艦艇、航空用の燃料を、およそ2万5000キロリットル搭載することができる。この補給艦という、艦首の用途上から、ヘンリー、J、カイザー級給油艦は、基準排水量と満載排水量のギャップが大きいことが特徴的だが、
全16隻が建造され、4番艦のアンドリュー・J・ヒギンズがチリに売却された以外は、アメリカ海軍で収益が継続されている。ノーブル・レイブン22-2には、カナダ海軍からは、ハリファックス級フリゲートの9番艦、ウィニペグが参加しており、先に挙げたバンクーバーも含め、1992年から1996年までに全12隻が就役し、今も同海軍の主力の水上戦闘艦である。ハリファックス級フリゲートは、満載排水量5235トン、全長 134.7 メートル、全幅 16.4 メートル、喫水 5.0 メートルの艦体を持ち、機関部には、ディーゼルとガスタービンを併用する CODOG 方式を採用、最大29ノットの速力と7100海里の航続距離を誇る。主兵装として、ハリファックス級フリゲートは、短距離向けの艦隊空ミサイルであるリム162ESSM を運用する16セルのマーク48モッド 4VLS や、ボフォース社製のマーク357mm 単装速射砲1機、艦隊艦兵装としては、4連装のハープーン、BLK に、SSM を2機搭載している。ただし、基本的には、ハリファックス級フリゲートは、対潜水艦戦闘への従事を念頭に置いた艦艇であり、かつて、一時期は、艦隊を大型化させた、対空戦闘に向けた、派生型の建造も検討されたが、実現には至らず、前者の12隻の建造に止まった。興味深いのは、ハリファックス級フリゲートの対空戦闘に向けた派生型が検討されていた時期には、カナダ海軍においても、原子力潜水艦の導入計画も同様に存在していたが、こちらも断念され、イギリス海軍の通常動力型潜水艦のアップホルダー級を、ビクトリア級として、4隻運用するのみだ。さて、ノーブル・レイブン22-2に参加した海上自衛隊の艦艇は、出雲型ヘリコプター型護衛艦 DDH の1番艦、出雲と高波型汎用護衛艦 DD の1番艦、高波と艦首、艦名は伏せられた潜水艦が1隻となっている。海上自衛隊では、今回のノーブル・レイブン22-2について、参加を行った、出雲、高波等の艦艇の戦術的な技量の向上と、アメリカ海軍、カナダ海軍との連携の強化が図れたことを、大きなその実施成果として打ち出している。ノーブル・レイブン22-2に参加したアメリカ・カナダ、日本の艦艇から想像するに、南シナ海を舞台とした、対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習であったことが伺え、同海の大半を一方的に領有していると主張する中国に向けた意思表示だと感じられる。日本の海上自衛隊では、アメリカ海軍やカナダ海軍の艦艇のように、最も中国が反感を表明する台湾海峡にこそ進出してはいないが、それを行った艦艇らと、南シナ海での合同軍事演習を敢行することで、控えめとはいえ、アピールの意味は示せたはずだ。また、今回のノーブル・レイブン22-2に参加した、出雲、高波等の護衛艦は、令和4年度の IDP22、インド太平洋派遣という、大きな枠組みの中で編成されたものの一部であり、2022年6月から10月までの期間で任務に従事していた。令和4年度の IDP22、インド太平洋派遣は、出雲、高波と、その艦載機3機の第1水上部隊、村雨型汎用護衛艦、DD の4番艦、霧雨と、その艦載機1機の第2水上部隊、艦首、艦名非公表の潜水艦一隻が艦艇の部隊となっていた。これに加えて、P-1 哨戒機1機の第1航空部隊、UP-3D
電子戦訓練支援機1機の第2航空部隊、水陸両用機の US、2飛行艇1機の第3航空部隊が置かれ、アメリカ海軍が主催する世界最大規模の多国間軍事演習のリムパック2022をはじめ、多数のこうした催しに参加した。IDP22、インド太平洋派遣は、インド太平洋を歌うだけに、アメリカ、インド、オーストラリア、フィリピン、ベトナム等の国々に寄港したほか、ソロモン諸島、パプアニューギニア、トンガ、パラオなどの島嶼国家も、訪問を行っている。太平洋のこれら島嶼国家に対しても、経済力、軍事力を背景にした中国が、自国の勢力圏をさらに拡大しようと、陰に、日に接触を強めており、IDP22、インド太平洋派遣は、アメリカの同盟国としての日本の外交姿勢を示す役割を負っていたと言えよう。かつてのアメリカと旧ソ連邦との冷戦構造時に、海上自衛隊に課せられた役割は、北から宗谷海峡、津軽海峡、そして、南西の対馬海峡を警戒、監視することにあり、旧ソ連邦の戦略型の原子力潜水艦が、太平洋に進出することができないように封じ込めることを主眼としていた。今は、この日本を取り巻く周辺国の、軍事的な構造が大きく変化し、かつての旧ソ連邦以上に、海軍力を強化した中国海軍に対して、アメリカをはじめとする同盟国や友好国との連携によって、インド太平洋を守る防衛戦略にシフトしている。北朝鮮の弾道ミサイル発射によって、J アラートシステム作動、日本の上空を通過後4600キロ飛行した。これは、グアムへ到達する距離となる中、日本も迎撃態勢を取るはずだったが、今回は、日本のミサイル防衛の今後を詳しく見ていきますね。令和の戦艦、大和を建造するとの方針だが、北朝鮮が弾道ミサイルを発射後、本気で迎撃してみればいいのにな。来年度、2023年度の防衛費の概算要求の中に、その新造にまつわる費用が盛り込まれたことで、イージスシステム搭載艦の構想は、予算的な後ろ盾を得た計画となり、今後の日本の防衛力の整備という観点からも注目を集めている。今回、その新造が具体化したイージスシステム搭載艦は、建造に必要な費用は、なんと、一隻あたり少なくともおよそ4000億円以上、場合によっては、およそ5000億円以上にも達する可能性があるとの報道も多く見受けられる。これは、海上自衛隊の既存のイージス艦の中で最新鋭艦であるマヤ型の場合、1番艦、マヤがおよそ1680億円、2番艦、ハグロがおよそ1734億円とされていることと比しても、軽く倍以上に相当する金額であり、いかに高額かは言うまでもない。また、イージスシステム搭載艦の仕様としては、推定値とはいえ、基準排水量が2万トン、全長が 210.0 メートル、全幅が 40.0 メートルの大きさで、
およそ18ノットほどの最大速度の艦艇になるのではないかとの見方が多いようだ。これも、マヤ型の場合は、基準排水量が8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの大きさで、およそ30ノットの最大速度であり、艦艇の規模として見た場合にも、イージスシステム搭載艦は、はるかに大型となっている。イージスシステムは、ご存知の通り、アメリカ軍が開発した兵器システムであり、日本の海上自衛隊の艦艇としては、1993年に就役した金剛型が、初の同システムを搭載する、イージス護衛艦として知られるようになったと言ってよいだろう。この金剛型が4隻建造された後、海上自衛隊では、続く愛宕型を2隻、そして、前述のマヤ型を2隻と、これまで、合計で、8隻のイージス護衛艦を建造、保有しており、いずれも、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦がベースである。ちょうど、海上自衛隊で、初のイージス護衛艦として、金剛型が就役を開始した、1993年、北朝鮮が、初の弾道ミサイルの実験を行うに至ったため、日本でも、弾道ミサイル防衛、BMD をいかにして行うのかが、急務となった。そして、5年後の1998年には、ついに、北朝鮮は、中距離弾道弾である、デポドン1号の発射実験を敢行。日本は、こうした脅威に対抗するために、2003年の小泉政権下で、弾道ミサイル防衛体制の整備に着手することを政治的に決定しした。こうした経緯を経て、金剛型は、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現されていた、弾道ミサイル防衛、BMD を取り入れ、SM-3 による、弾道弾への迎撃能力を付与されることとなった。以後は、最新鋭のマヤ型に至るまで、海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、細かく見れば運用する、SM-3 やイージス BMD システムのバージョンに、相違は、あれど、日本の弾道ミサイル防衛、BMD を担う主体として、今日を迎えている。しかし、特に、2000年以降には、増強の一途をたどる中国の軍事力による海洋進出が、新たな日本の安全保障上の脅威として台頭してきたこともあり、ことに、南西諸島方面の防衛力の整備には、貴重なイージス護衛艦の有効活用が必要との見方が強まる。そのため、現状日本の弾道ミサイル防衛、BMD のために、稼働時に、それへの対応に縛られる一部のイージス護衛艦を開放する施策の検討が行われ、日本では2017年に陸上配備型のイージスアショアをその代替として導入することを決定した。イージスアショアは計画では北は秋田県、南は山口県に配備して日本列島全体をカバーすることが想定されており、イージス護衛艦の有効活用を促すことに加え、それらの乗組員の確保に困窮している海上自衛隊の現状を改善するものと位置づけられた。しかし、2020年6月、イージスアショアは発射後に落下させる必要が生じるブースター部について、その位置を完全に安全な場所に制御できないという問題が解消できず、やむなく、導入の中止が決定されることとなった。ただし、イージスアショアの導入が中止されても、日本の弾道ミサイル防衛、BMD や、イージス護衛艦を南西諸島防衛用に振り向ける施策まで、無にすることはできないため、再度、これらをどのように実現するのかの代替策が検討された。そして、2020年末に導き出された結論が、イージスアショアで調達が決められていたスパイ7レーダー等をそのまま転用して搭載する新型艦艇を2隻建造する案であり、これらは既存のイージス護衛艦と区別するために
イージスシステム搭載艦と表現された。そして、2022年8月、冒頭で記述したように、このイージスシステム搭載艦は、大方の予想を大きく上回るほどの規模に達することが、大手のマスメディア等でも、大々的に報じられ、その存在と有用性について、大きな波紋を呼んでいる。中でも、このイージスシステム搭載艦の大きさを表して、令和の世の、ヤマトの再来とも呼ぶ声すらも上がっているが、無論、これは、太平洋戦争時に、世界最大の排水量を誇った、大日本帝国海軍の戦艦、ヤマトになぞらえたのもだ。大艦巨砲主義の象徴とも言うべき戦艦、ヤマトに、イージスシステム搭載艦がなぞらえられているのは、おおむね、これが、批判的な文脈で捉えられていることを示しているといえ、戦いの主力が航空機に移る中で、無用の長物と化したそれと重ねてのことだろう。ここまで、イージスシステム搭載艦の艦艇としての規模が大型化した理由は、前述したように、陸上用のイージスアショアから、レーダー等の設備をそのまま転用することが、主な要因ではあるが、他の要素も、それに拍車をかけている。そこには、搭載する兵装が、弾道ミサイル防衛、BMD 用の SM-3 のみに止まらず、巡航ミサイルの迎撃を基とした SM-6 や、日本政府が言うところのスタンドオフミサイルとしての1二式地対艦誘導弾の能力向上型も加えられているからだ。イージス・アショアの導入を決定した2017年に比べても、確かに、日本の安全保障環境は、より厳しい方向に向かっていることは間違いないが、SM-6 や12式地対艦誘導弾の能力向上型は、対中国に向けた兵装で、弾道ミサイル防衛、BMD とは、別の範疇だろう。これらの対応をも、イージスシステム搭載艦で、同時に対処しようと考えた結果が今の建造案なのかもしれないが、これまでの近年で日本が独自の兵器のプラットフォームの開発等を行っていないことを考えれば不安は拭えない。大多数の人々の間で今のイージスシステム搭載艦の使用に関してそれを懸念する声が大半を占めることも、まさににその点に危惧の念を禁じ得ないためで、実際にそれが有効な兵器システムとして機能するのかを問題視している。個人的にも、こうした指摘には、うなずく点が多いのだが、あえて、イージスシステム搭載艦の現状のコンセプトの、いい点を見出そうとするならば、各種ミサイル兵器のプラットフォームとして、移動可能な部分かもしれない。これは、現在の南西諸島防衛について、陸上自衛隊が、奄美大島や石垣島等の島々に対して、一二式地対艦誘導弾等の配備を進めているものの、既存の駐屯地のみならず、新設等に関しては、絶えず政治的な、批判や反対活動にさらされてしまうゆえだ。それらに対処することに、時間を要して、現状よりも、中国の軍事的脅威が、さらに高まる可能性を考慮すれば、移動式のミサイル兵器のプラットフォームとしてのイージスシステム搭載艦は、少なくとも、そうした制約は、受けずには済み。
現在、海上自衛隊護衛艦加賀の大規模改修工事も中盤に差し掛かり、F-35B 戦闘機艦載のための甲板や格納庫の改修が進んでいるとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀や、出雲での F-35B 戦闘機運用を詳しく見ていきますね。桁違いの排気熱は、1800度に達するのか。2022年の時点で、海上自衛隊に就役中の艦艇中、最大の規模を誇るのが、ヘリコプター搭載型の護衛艦出雲、型の1番艦、出雲、2番艦、加賀、の両艦であり、海外での艦種は、もともとヘリ空母に分類されることが多い。海上自衛隊においては、世界の通常の海軍では、コルベットと呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした出雲、型のような艦艇まで、すべて一括りに、護衛艦と呼んでいるが、内部では出雲、型には、DDH という艦種記号が与えられている。DDH は、海上自衛隊において、ヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦種記号であり、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は、DD、最新鋭のモガ、ミ型は、FFM など、その艦艇の用途と性格を表す記号だと考えてよいだろう。太平洋戦争後の日本では、自衛隊は、軍隊ではないという、大いなる建前のもと、自衛のための最低限の実力を備えた組織と定義されており、攻撃的な兵器、兵装を自衛隊が保有することは、政治的にも、それを是認してこなかった経緯がある。これまでの憲法に照らしての解釈を見た場合に、攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦が、その代表例とされてきたため、自衛隊が航空母艦を保有することについては、絶えず政治的な反対がつきまとった。現在の日本政府の見解でも、あくまで、自国が保有を禁じられているのは、攻撃的な航空母艦であって、防御的に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという、立場を堅持はしているが、正直すっきりとはしない。しかし、出雲、片護衛艦2隻に、固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修を施すことは、事実上の航空母艦化であり、まあ、これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは、時代の変遷を感じざるを得ない。出雲、片護衛艦の登場が、二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は、今よりはるかに大きかったのではないかと思え、マスメディアや野党からの反発も、非常に激しいものになっていた、可能性が高いだろう。出雲、片護衛艦の航空母艦化が、そうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が危機意識を抱いていることの裏返しとも思える。1991年に自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は日本の最大の仮想帝国であり続けていたが、この崩壊で長年続いた冷戦構造に終わりが訪れたかと思いきや、代わりに2000年代からは中国の海洋進出という新た脅威に日本は直面する。中国海軍は黄海、東シナ海、南シナ海と活動領域を順調に増加させており、2012年に1隻目の航空母艦、遼寧を皮切りに、2019年に2隻目の山東を就役させ、今年2022年には3隻目の福建も進水させてきた。これら中国海軍で未だ実戦配備された正規の航空母艦は山東1隻のみとはいえ、すでに練習用の航空母艦として運用が続けられている遼寧も西太平洋に進出して軍事演習を行うことが可能なほどに、
その勢いは増加している。こうした中国海軍の海洋進出への危機感が、仮に有事となった場合、南西諸島では、沖縄の那覇にしか、使用可能な滑走路を確保できていない。自衛隊としては、別の手段で、航空戦力を投射する方向を模索する、必要に迫られたのだと思える。折しも、アメリカのロッキード・マーチン社製の、いわゆる第5世代戦闘である F-35 ライトニングには、そのラインナップに、短距離離陸、垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでおり、同機の存在も、出雲型の航空母艦化を具体化させた。日本では、この F-35 ライトニングに B 型を、現状では、総数で42機調達する計画が進められており、通常時には、宮崎県の新田原基地に駐機される予定の同機は、任務の必要に応じて、航空母艦化された出雲型に艦載される手はずとされている。出雲型護衛艦は、1番艦の出雲から、先に、航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは、2020年3月から、2021年6月にわたって、定期的なメンテナンスのタイミングに合わせて、第一段階の改修工事が行われた。ここでの、出雲には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型のエンジンの排気熱に対する、飛行甲板の耐熱強化を中心とした改修工事が行われたが、これは、同艦が、これまで、回転翼機のみを運用用する仕様となっていたためだ。これに加えて、出雲では、F-35 ライトニング2を、全天候の環境下でも、安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた、出雲は、現在、一旦、通常の任務を行うべく現場復帰している。出雲の2回目の改修工事は、2025年3月頃から、行われると見られており、そこで現在は、艦を上空から見た場合には、先端が細く絞られた、形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅されることが決まっている。この飛行甲板の拡幅工事は、現状、基本的に、垂直離陸、着陸のみを行う、回転翼機では不要であった、拡幅後の滑走スペースを、短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するためのもので、その運用効率の向上が目的である。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で、同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーン・エリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の発艦装置を設ける案も検討されていたという。近い出雲型は、艦首部に重量のあるソーナーを内蔵していることから、スキージャンプ式の発艦装置を設置した場合には、艦そのものの重量配分が厳しくなると判断され、F-35 ライトニング 2B 型の運用効率が下がることは織り込み済みではある。一方、2番艦の加賀は、2022年9月現在は、ちょうど、1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の内容に加えて先んじて、飛行甲板の先端の拡幅工事も行われる予定であり、2023年度までの実施が見込まれている。加賀の2回目の改修工事は、2026年度から行われる予定とされており、完成自体は、先に2度目の改修工事を終える、出雲、から終了することとなるが、艦内部の格納庫等の区画の割り当て関しては、並行して検討を行うという。これには、先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するアメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも
運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機の運用に最新の注意を払う姿勢がうかがえる。出雲型は基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートルの艦隊を持つとはいえ、 F35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と見られており、本来的に航空母艦と呼ぶには決して多くはない。また出雲型護衛艦が中国海軍の潜水艦の活動を抑えるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で、最も多く対潜哨戒、能力としての回転翼機を、一度に運用可能な艦艇であることを考慮すれば、その航空母艦化は、手放しでは喜べない側面もあるだろう。人手不足が懸念される自衛隊の中で、いち早く少子化問題に取り組み、次世代護衛艦を建造しているのが身型護衛艦。今回は、次世代護衛艦もが、身型を詳しく見ていきますね。日本の強みは、リチウムイオンバッテリーとのハイブリッド方式エンジンシステム、護衛艦だけではない。潜水艦にも採用されていますね。原子力発電を超える新たな発電システムが生まれそうな水素エンジンで水素を同時に生成できるシステムが構築されたらすごいと思いませんか。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦として建造された艦艇ガモが身型であり、今年2022年3月に2番艦、熊野、続く4月に、1番艦で、ネームシップの、も、神が、相次いで就役を迎えており、いずれも、まず、横須賀を母港とする、掃海隊群に配備された。すでに、命名を得たもが、身型は、3番艦、の城が、2021年6月、4番艦、三熊が、2021年12月、5番艦、矢作が、2022年6月に、進水を終え、ほぼ年間に、2隻のペースで、寄港、進水、就役を行う形で、全22隻の建造が予定されている。も、が身型護衛艦の特徴は、何と言っても、その艦隊のデザインにあり、従来の水上戦闘艦に数多く見られたような、様々な装備品類の突起物が、ほとんど影を潜めている点で、敵のレーダーによる反射断面積の極小化を狙っていることが見て取れる。近年の各国海軍の最新鋭の艦艇でも、こうしたデザイン、設計は主流となりつつあり、その意味では、個人的に、ハモが身型護衛艦の外観も一目見て、海上自衛隊の艦艇だと識別することは困難で、そうした独自性を失ったことは、残念にも思える。こうした近年の世界各国の各分野でのステルス性を追求した兵器設計は、何も水上戦闘艦艇のみに限らず、戦闘機等にもお国柄を感じさせない類似のデザインを氾濫させており、その傾向は強まりこそすれ弱まることはなさそうだ。さてもが身型護衛艦だが、その艦容が煮詰められた。2015年時点では、3000トン型護衛艦と呼称されており、
これが要求させる装備を搭載していく過程で、30% ほど排水量が増加し、現行の3900トンまで拡大した経緯を持つ。そのため、実際のモガ2型護衛艦の使用は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の国際的な水上戦闘艦の区分では、フリゲート艦に相当する。海上自衛隊では、かつて、太平洋戦争時に、アメリカ海軍が建造した、タコマ級哨戒フリゲート艦のお払い下げを受けて、全18隻を、1953年から1972年までの期間、クス型護衛艦と呼称して運用していたが、この時以来のフリゲート艦がも、が2型護衛艦である。ちなみに、クス型護衛艦は、基準排水量が1450トン、満載排水量が2250トン、全長は 93.3 メートル、全幅が 11.4 メートル、深さが 5.3 メートルと、同じ区別のフリゲート艦といっても、今のモガ2型護衛艦と比すれば、はるかに小型艦ではあった。モガ2型護衛艦の建造にあたっては、防衛装備庁が、2017年に、初の試みとなる建造を担う、造船会社の設計案を公募で募る形で進められ、これに、ジャパン、マリンユナイテッド社、当時の三井造船社、そして三菱重工業社が応じて、コンペが行われた。その上で、これら参加3社の建造案が吟味された結果、三菱重工業社の案が採用されることが、2017年8月に決定されたが、評価の順位は、2番目が三井造船社、3番目が、ジャパン、マリンユナイテッド社とされ、三井造船社が、下請けを担う体制となった。その後、三井造船社は、2018年に、株式会社三井 E&S ホールディングスへと、社名変更を行い、さらに、昨年2021年には、艦艇建造にまつわる事業を分離させ、新会社の株式を三菱重工業社に譲り渡し、三菱重工マリタイムシステムズ社へと推移して、現在に至っている。そのためもが、2型護衛艦の2番艦である、熊野は、2019年の起工時には、三井 E&S ホールディングス社、今年2022年3月の収益時には、三菱重工マリタイムシステムズ社と運営主体が変更する狭間で、建造が進められた、稀有な艦艇となった。現在のモガ、2型護衛艦の構想が始められた当初は、艦体を3導線形とするデザイン案や、推進方式に、ウォータージェット式を採用する等の案も存在したとされるが、いずれも実採用には至らず、設計としては、オーソックスな形でまとまっている。モッガ2型護衛艦の主兵装は、対艦攻撃用途としては、アメリカ海軍の MK45、5インチ砲である、127ミリの62口径の単身砲1機や、国産の17式艦対艦誘導弾の4連装の発射機2機を備えており、前者が、砲弾によっては、対空戦闘にも使用される。127mm の62口径の単身砲は、最大射程距離はおよそ 37km ほどで、国産の17式艦対艦誘導弾は、陸上自衛隊の1蓋式地対艦誘導弾を、艦載用に改修を行ったもので、その最大射程距離は、およそ 200km 以上とめされている。ただし、中国海軍の、052D 型コンアキラ級駆逐艦や055型南アキラ級駆逐艦が搭載している追艦、対地攻撃用の巡航ミサイル YJ-18 は、最大射程距離が 600km にも及ぶとする見方もあり、1蓋式地対艦誘導弾の能力向上型の実装が必須になるだろう。この追艦ミサイルの分野においては、現状では、日本は、
中国の装備よりも射程距離で大きく劣っている可能性が高く、日本政府が打ち出しているスタンドオフミサイル構想を一日も早く実現する必要性が高まっていることは間違いない。またもが味方護衛艦では、これ以外にも最大16セルの VLS 垂直発射艦を搭載する予定でアハールが、装備する兵装の選定に時間をかけ、後日の予算で取得、装備することとなっており、現状は収益時点では備わっていない。また、VLS 垂直発射艦で運用する兵装においても、現時点で確定とされているものは、国産の07式垂直発射魚雷投射ロケットのみであり、これは、対潜水艦戦闘を考慮したもののため、対艦、対地攻撃用の兵装については未定である。ただし、こうした各種兵装の中で、モモが味方護衛艦の最大の特徴となっているのは、従来は、もっと小型の艦艇である、掃海艇が担ってきた対機雷戦闘の装備意識を、フリゲート艦サイズの大型艦でありながら備えているという点だろう。も、が、味方護衛艦は、対機雷戦闘に対処するため、その専用の OQQ-11 ソーナーシステムを搭載し、機雷探知用の UUV、自立型無人潜水機と、機雷の排除そのものを行う USV、無人水上機を運用する能力を兼ね備えた艦艇である。機雷探知用の UUV、自立型無人潜水機は、三菱重工業者が製造を担当しており、OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機として、2017年にもが、味方護衛艦に搭載する目的で、装備化が確定。その中身には、フランスのタレス社との協業も行われている。OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機の2020年度における取得単価は1機あたりおよそ13億8000万円となっており、同機は近年探知が困難とされてきた海底部のSIM底型の機雷や埋没型の機雷に対しても安全な探知を行うツールとして期待されている。も、が、味方護衛艦はこうした装備によって敵の付設した機雷を除去する機能を有する一方で、自らも機雷を付設する機能も備えており、艦尾に設けられた投下用のハッチから機雷を落とし、有事の際には特定の海域を封鎖することを基としている。具体的に、日本側が機雷の付設を想定していると考えられているのは、北の宗谷海峡、津軽海峡、北方領土の周辺の海域、そして南は対馬海峡であり、かつての冷戦時期と同じく、ロシアの艦艇を日本海に封じ込める戦略がベースだろう。また、最近では、中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力の増加に対処することが、日本の防衛の喫緊の課題となっていることから、それらの島嶼部に向けた、水陸両用の作戦の遂行を海上自衛隊の掃海隊群が担っている点も注目される。こうした島嶼部の奪還等には陸上自衛隊が編成している水陸機動団が直接の部隊として投入されるとめされているが、それらの行動の全段階を支援する戦力としてモモが味方への期待は大きく、多彩な用途での投入が見込まれている。
日本は世界的に見ても一番危険とも考えられる位置にあり、23年度は防衛費大幅増との見方が出ています。現在護衛艦加賀の F-35B 戦闘機艦載改造工事が進んでおり、とりあえず出雲と加賀での2隻での軽空母体制へようやく来ました。今回はこの護衛艦出雲と加賀の運用を詳しく見ていきますね。 F-35B 艦載でまた戦略の見直しが図られますし、日向や伊勢に無人戦闘機を艦載可能にするのも一つの手段とも考えられます。防衛費がかなり増大していくのは必然です。遅いよ。末に来年度である2023年度の防衛費の財産要求額が防衛省によって決定されたが、総額は従来の費用として最大の5兆5947億円となることが明かされ、現岸田政権が提唱している防衛力の強化を裏付ける額となった。こうして史上最高額にまで積み上げられた防衛費だが、さらにこれら財産要求額とは別枠で使途の項目のみを示す事項要求と呼ばれる範疇のものも、金額換算では1兆円ほどの規模に相当する模様で、実質の金額はもっと多いと言える。今回の2023年度の防衛費の使途として大きく取り上げられているものには、尖閣諸島をはじめとする南西諸島に対する中国の軍事的な圧力、脅威にいかに対処するのか、という点に着目した装備、兵装類が含まれている。中でも、近年の日本政府が注力してきたものが、スタンドオフミサイルと呼称している、長射程ミサイルであり、これらの部の国産化を加速させることで、日本の防衛力全体の底上げを図るべく、予算の付与も継続されている。そうした中心的な存在であるのが、現在は陸上自衛隊が配備を進めている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型であり、これを現状の約 200km 弱とされる射程距離を5倍から7倍以上に延伸する目標でが課せられている。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型では、こうした射程距離の大幅な延伸以外にも、航空機に搭載する形式の空発型や、艦艇に搭載する形式の艦発型へと発射母体を多重化する方針であり、運用形態の幅も広げることを期としている。また、南西諸島の島々に敵の上陸を許した場合に備えては、こうした島嶼防衛に特化させた高速滑空弾の量産化を同時並行で進めることとしており、各種のミサイルを中核とした新しい防衛装備品の調達の方向が、見て取れる。こうした日本の防衛費の予算の中で、個別での規模の大きさ及び、期間的にも、長い時間を必要としているのが、出雲、加賀護衛艦2隻の、出雲、と、加賀、の航空母艦化改修であり、2023年度予算の中にも、その一部が組み込まれている。出雲、加賀護衛艦は、現在の海上自衛隊が保有する中で、最大の大きさを誇る艦艇であり、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートルの艦隊を持っている。これら出雲、加賀護衛艦は、一番艦である、出雲、が、2015年、2番艦である、加賀、が、2017年に就役を行っていたが、当初破壊移転翼、機を艦載機とするヘリコプター搭載型護衛艦、海上自衛隊内の略称は、DDH として建造された。海上自衛隊では、この出雲、型の前級としてヒューガ、加賀護衛艦を、ヒューガ、と、伊勢の2隻を、2009年、および、
2011年に収益されており、これらが海上自衛隊の艦艇として初の全通式の飛行甲板を実現した艦艇であった。ヒューガ、片護衛艦は基準排水量 13,950トン、満載排水量 19,000トン、全長 197.0メートル、全幅 33.0メートル、深さ 22.0メートルの大きさであり、出雲、型に比べれば二回りは小さいと思われるが、果たした役割は大きかった。それはヒューガ、片護衛艦が、それまでの日本の社会的な風潮として、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板を持つ艦艇に対し、それを海上自衛隊が保有することを禁じるかのような不文律を打破して建造された点に、集約される。これがベースとなりか、いい点翼機の運用にも、全通甲板の有用性を示したことで、航空母艦は、攻撃的兵器に該当する可能性があり、したがって、海上自衛隊が保有するにはふさわしくないとの一部から、批判を、機能の高さで覆したと言える。しかし、出雲、片護衛艦が装備している、2機のエレベータのうちのサイドデッキ式の1機は、耐荷重量、寸法ともに、今後航空母艦化した際に、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の昇降が可能なスペックであることがポイントだろう。設計や建造を開始した時点では、当然、出雲、片護衛艦が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることなど決定されていなかったわけだが、今後のその可能性を見越した上で企画されたことが伺え、先見性を感じさせる。このおかげで、出雲、片護衛艦は、少なくはない項目の航空母艦化改修を施す必要があるとはいえ、最も基礎となる部分で、F-35 ライトニング 2B 型の運用を担い得る前提を確保していた状態であり、今につながっていると思える。これまでに、出雲、片護衛艦1番艦の、出雲、に対しては、2019から2021年にかけての期間で、全通式の飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型が着陸時に噴出するエンジンの熱に対処するための改修等が行われている。また、2番艦の加賀では、こうした1番艦の出雲と同様の改修が今年2023年3月より開始されているが、それに加えて先行して、現在上から見て台形の形状をしている。艦首の飛行甲板を四角形に拡幅する工事も行われる予定だ。これは、これまでの台形状から四角形に改めることで、飛行甲板上のスペースを拡張することが目的であるとされ、それによって、艦載機の露天駐機の場所を確保し、航空機の運用効率の向上を図ることが目的とみられている。また、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型を6機調達することが盛り込まれており、これは、前述した事項要求にあたるため、具体的な金額は判明してはいないが、これまでを考えれば、1機およそ130億円ほどにはなるのだろう。海上自衛隊では F-35 ライトニング 2B 型を総数では42機調達することを現時点では計画しており、最初に同機が配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊のニュータバル基地が候補地に挙げられているが前期ではないだろう。出雲、片護衛艦は水上戦闘艦として、もちろん海上自衛隊に所属しているが、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、航空自衛隊の所属となり、両隊が合同で運用を担うことで、航空母艦としての出雲型が機能する形になる。これは、イギリスの最新鋭の航空母艦である、クイーン・エリザベス級の2隻でも、同様な運用形態であり、
また、アメリカでも、海軍が強襲揚陸艦本体、艦載機は、海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型とする運用にも通じるものがある。出雲、片護衛艦の今後の航空母艦化のスケジュールは、まず、出雲が今年2022年内にアメリカ東海岸に赴いて F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2025年に残りの改修を受け、2027年頃の稼働が想定されている。一方の加賀は2024年内に F-35 ライトニング 2B 型の運用の認証を得て、2026年までに残りの改修工事を終えて、出雲と同様に2027年頃から航空母艦としての本格運用が可能になるのではないかと考えられる。今年2022年からすれば出雲、片護衛艦の航空母艦化は少なくともあと5年ほどの期間を要するものと見られてはいるが、5年後の未来だと思えば、今後、ますます開発が加速するであろう、無人航空機の普及も気になる部分ではある。ロシア・ウクライナ戦争でも、注目を集めたトルコ製の無人航空機、バイラクタル TB2 だが、製造元のバイカル社は、トルコ海軍の強襲揚陸艦向けの無人航空機の開発も、すでに進めており、今後の実戦配備にも注視すべきだろう。